これより開智尋郎を始める。ではこれから、人狼開智尋郎の、ルールについて説明する、まず皆さんのうち2名が人狼、残りの6名が市民ということになります。で勝利条件は同じく市民は人狼2人を処刑できれば勝ち、人狼は市民の数を人狼の数まで減らせば勝ちとなります。ではまず人狼か市民かをこのコインを引いて決めてもらいます。この開智尋郎最大の特別ルールであるペリカ、ペリカ5万ペリカ日本円にして5000円を皆さんにお配りします。このペリカは、後から説明する効果を使うためにこのペリカを支払わなければなりません。また、投票で処刑が決まった人も5万ペリカを支払うことで釈放してもらえます。ですので、すぐ投票で死にたくなければ必ず5万ペリカは手元に残しておいた方がいいと思います。なおお金は毎朝1万ペリカずつ生き残った方に支給します。次にこの役割コイン全部で10種類あります。これを、1人1つずつ引いてもらいます。なお役割コインは1日が終わると回収しまた新しく配り直します。では1つずつ引いてください。3、2、1、ドン。チャイニカだろ。ケンスケ。ほら、二人どっちからじゃないかなっていう。5万ペリカいただきましたので釈放されます。めっちゃ殺してやる。ガードのコインを使う方はお降りください。では、誰を乗せしますか。誰を守りますか。では顔を伏せてください。では人狼の方は顔を上げてください。では、今日食い殺す人を見させてください。承知しました。では顔を伏せてください。犠牲者人狼に食われた人は まずは商人の方いらっしゃったらコインの効果を使うことができます。はい、では1枚差し上げます。それはちょっとですね、では A さん、処刑が決まっているんですが弁護士のコインをお持ちですか。はい。ではコインを使ってすごい、はい、もう出ました。でじゃあ2万を支払ってください。違いますかね、はい、なんかできたシステムだなすごいですね。なりすましのコインをお持ちの方はなりすましのコインを使うことができます。はい、誰のコインを奪いましょうか。指定できないですね。じゃあ王さんの役割コインの役割コインをいただきたいです。
いや、交換ではなくて、はい、はい、ではここで陪審のコインをお持ちの方がいれば、1票、F さんに投じれば、2名多分どっちかだと思うんだろうな。使う方いらっしゃいますか。2人アウトさせといたらどっちかだっていうような、私人狼やるってそんな悪いこと考えないので、いや、人狼を時の被害はね、そう、被害が、でも、あの、T さん残りますよ。ああ、確かに。まだそのガンブラーたちって怖いね。自分の金で金持ち。金持ち。これ絶対勝てるけど。金持ちで。金持ちが人狼だから。大丈夫かなこれ。じゃあちょっとやりましょうか。俺は違う。私は今ケイさんちょっと自分じゃないかなと思ってた。いや絶対そうだからね。ここでお金もらうのもどうなの。ここで。だって人狼だったらどうするもん。で、俺やっていいよ、それいいんだけど使えよ、早く使えよじゃあ早く使えって言ってんだよ。え、じゃあ使ってダブルアウトさせるって。いやいや、その方が現実的には早いで、アウトしないから。そうか、じゃあそうです。じゃあ一回それでやってみましょうか。まあ、早い。じゃあ2万円、はい、はい、では1票入ったんでしょ。では2票2票になりましたので、2人の処刑が決まりました。まずはお二人、弁護士のコインをお持ちですか。では保釈金5万円を払えば、あ、5万ペリカを払えば保釈されます。じゃあ5万ペリカをいただきます。なんだそうだ、もう完全だからね。あと誰か賛成 A さん、お前疑ってんのか T さん、あり得ますからね。 T さん、もらって T さん、なんかすごいすこの頑張ったのあの姫で俺を誰か生き残らせたいって思ってるやつはいないのか。そう全員同罪だからな、これで俺を救わなかったらもう最後潔くこれ配って死ぬっていうと同罪だけど、まあ同罪だからお前らに恵むペリカなんねえよでは今夜の犠牲者はですよね。はい、この時点で人狼と市民の数が同数になりましたので、人狼の勝利となります。やったー、やったー、ナイスガード。こっち見るって言った時もうやばいと思ったけど、こっち見なかった瞬間に勝ったと思う。やったー、人狼で勝った。もう鈴木さん、じゃあエスさんが顔上げる瞬間めっちゃや諸君多忙の中ここにお集まりいただいたことを、私利根川が帝愛グループを代表して感謝する。このようにゲームマスターのセリフが収録されたこの進行用台本があるので、初心者ゲームマスターでも安心してゲームマスターをすることができます。